皆さんこんにちは、ミドフラワーへようこそ。こんにちは。今日は面白いことしてみようかな。この綺麗なコチョウラン、真っ白で綺麗ですけど、このコチョウランの切り花に色をつけてみようと思います。こちらがオアシス社から出ているカラースプレー。これはプロのお花屋さんとかディスプレイ業者の方でも使えるって書いてますね。缶をちょっと振ってください。スプレーをかける面は乾かしてって言っても、まあお花なので大丈夫です。こちらはフローラルプロダクツって書いてるから、生花やプリザーブドフラワーにも対応できる繊細なものです。いろんな色を手に入れたら楽しいと思います。今日はコチョウランにない色、ブルーにします。端っこをこんな感じで一つずつ、こう真ん中白くして、新聞でかからないようにして、こんな感じで。あ、こんな感じになりました。こちら側もこうやって当てて、ちょっと離して、もう一枚新聞を用意しますね。ここに挟み込んで、隣のコチョウランに映らないようにして、こういう感じでブルーのコチョウランできてきました。新聞を挟み込みます。こんな感じで少しはムラになってるんですけど、素敵。ブルーのコチョウランができちゃいました。真ん中はちょっとあまりかからないように、外側を主にブルーのスプレーを振ってます。鉢物で2連とか3連でブルーのコチョウランってあるんですけれども、それとはちょっと違って簡単にブルーのスプレーをかけてできちゃうんですね。すごく鉢物のブルーのコチョウランって高級なので、こうやってブルーにできたらいいなと思います。もう一つやってみます。新聞を置きます。このように真ん中にかからないように、新聞を置いてスッと離れて、脇で真ん中をするときはここに置いて、それからこちらにも置いて、今度はこっちから、いい感じ。できました。ブルーのコチョウランとして使えるんじゃないかな。これを使ってアレンジもしてみたいなと思います。ちょっといろいろ考えてコチョウランを2つに切りました。で、上はとっても長く使いやすいんですけれども、下の茎は短いのでこういうものに入れてます。水をたっぷり入れて、それでここに、こっちの方がしっかりしてる、これはコチョウランにもともとついてたんですけど、水をたっぷり入れて、コチョウラン1本ずつでもこれだったら入ります。あ、しっかりした。これにワイヤーを入れて、セロテープかフローラルテープで巻いて、太めのワイヤーを半分に折って、ここに指ピン状にしてくっつけて、セロテープ、簡単で、セロテープにします。フローラルテープに緑とかフローラルテープにすると、ここがもっと色が同化するから、茎の緑色になるからと思いますが、今日はこれでワイヤーを切って、スピナッチにこことここにパクって入れるとすごく豪華になります。セロハンラッピングしました。ブルーに染めたコチョウランを使って作ったアレンジメントは、お祝いでも他にないものをくれたとかでとても喜ばれました。反対色のオレンジを入れても、シックにブルー系にまとめても、どちらでも良かった感じです。ガーベラとかバラとか他の白いお花でしてみても良いかも。とにかく
喜ばれると嬉しいですね。明日もきっといい日になります。いつもありがとうございます。